スイスフランのユーロに対する為替に上限を設けることはコストもかかるが利点の方が大きいとスイス人は考えてきました。人工的に通貨を低く抑えることでスイスの輸出品は高い競争力を維持してきましたがその保護が一夜にして消え去ったのです。 当然悪影響のみかもしれませんスイス経済は輸出志向で製品の販売に依存をしていますある日突然新製品が 15%20% も高くなればヨーロッパの競合他社は大喜びです 経済学者によるとスイス企業のほとんどに影響があるとのことですスイス製品の失業者金融サービス産業そして観光業界に影響が及びます 市場の反応は否定的ですスイスの決断に人々は混乱し懸念を抱いていますどうしてこのタイミングでスイスの中央銀行が行動に出たのか誰にもよく理解できませんおそらく長期的に為替の上限を維持することは今撤廃するよりもコストがかかると恐れたのでしょうただしこれまでのところ痛みのみで何の得もありません スイス株式市場で何十億ドルもが水の泡となりましたまた突然の措置についてスイスのビジネスリーダーは中央銀行に説明を求めていますどうして今朝このような決断をしたのか知りたいです説明があれば今後もスイス国民としてこの決断を支持します 同盟性が必要ですそうでなければ信用を失います何十年間もスイス経済は常に困難を避けてきたかのようでしたしかし今スイスの輸出業界は脅威にさらされ中央銀行が本当に任に耐えられるのか疑問を抱く国民もいますスイスにもついに困難の時が訪れたのかもしれません